こんばんは。今日は僕の好きなミュージシャンを紹介したいと思います。まあ、今回紹介するのはアレックス・チルトンっていうミュージシャンなんですけども、今回この今映ってるこのジャケットのですねアルバムが発売になっているんで、それに便乗してちょっと紹介したいと思ってるんですけど、このアルバムは、YouTube 上だったら聴けるんで、概要欄かまたは下のコメント欄にリンク出しておきますので、ちょっと聴いていただけるとすごく嬉しいです。このアルバムは From Memphis to New Orleans っていうアルバムで、この人チルトンはメンフィスのロッカーなんですけども、1950年に生まれて、当時の16歳で、ボックストップスっていうバンドで全米チャート1位を取ったり、ザレターっていう曲で1位取ったりしてるんですけど、その後それを解散してビッグスターっていうバンドをしたりとか、ソロで活動もされていた方なんですね。で、今回はこのタイトルにある通りメンフィスからニューオーリンズへっていう感じで、どっちも音楽はちょっとブラックのジャンルも入ってきているご機嫌なあの地域なんで、結構ノリノリな可愛らしい曲が多いんですよ。でアレックス・チルトンっていうと、1980年代に、イギリスの 4AD ですよね、4AD っていうあのレーベルがあって、そこで、ディスモータルコイールとかですね、結構なんて言うんでしょう、暗いって言っちゃうとあれですけども、なんか神秘的なあの幻想的な曲の方にアレックス・チルトンも、視点が立っていたんですね。その後80年代後半に、アメリカのバンドとか、あとは90年代にイギリス、アメリカのバンドからもうどんどん、フォロワーが出てきて、一緒にバンドやろうよみたいな感じになって、またチルトンもビッグスターを再結成したりとかしてたんですね。で、今ちょうどこれ見えますかね、今回チルトンのことを喋りたくてずっと考えてたんですけど、とりあえずここにある CD とか本とか、これ全部チルトンの僕が持ってるコレクションなんですけど、一回僕はもう自分が持ってる CD コレクションは全部売っ払っちゃったことがあってですね、その時にチルトンも多分全部手放してしまってるんですよね。でまた買い直したものたちなんですけど、めちゃ好きです。いろいろと、アレックス・チルトンっていう人はアメリカの人なん で、特にそのメンフィスとか、なんて言うんでしょうね、ニューオーリンズとかってこうジャズとか、ああいうどっちかっていうとあのふくよかなあの音楽性がある地域に生まれているので、柔らかいっていうか、豊かな感じに僕は捉えているんですけど、アレックス・チルトンは、声がいいのと曲書くのだと詩はそんなにもちろん好きですけど、英語の詩は特筆かどうかは僕は分からないんですけど、曲と声が抜群にいいんですよね。各、音楽の方も、ちょうどこの時、今回のアルバムの方はご機嫌なアメリカのロックですけど、なんでしょう、ビートルズとかキンクスとかあっち系の、ロックな曲もかけたり、ボブ・ディランとかすごい静かな綺麗な曲をかけたりとかで、こういうご機嫌な曲もかけたりっていうところで、すごく多様性のあるミュージシャンなんですね。もしよろしかったら聴いてみてください。
ではでは。